エレバン地下鉄は、アルメニアの首都エレバンで運行されている地下鉄である。1981年に開業し、他の多くの旧ソビエト連邦諸国の地下鉄と同様、駅はとても深い位置にあり、民族的なモチーフで飾られている。路線は1本で、全長は 13.4km あり、全部で10の駅がある。新しいミニバスシステムが導入されたため、 近年地下鉄の利用は大きく減少している。アルメニアの首都エレバンはアルメニアソビエト社会主義共和国の首都であった時代から本格的な成長を経験した。とても高低差の大きい地形のため地下鉄だけが多くの乗客を効率的に輸送することができる手段であるとされた。1960年代以末には最初の地下鉄計画が練られた。当初は 通常規格の地下鉄ではなく、高速路面電車網が検討された。この当時、ソ連の都市計画部局は、地下鉄は人口100万人以上の都市にのみ建設すると明確に述べており、エレバンは路面電車網の建設を開始した1972年の時点でこの条件を満たしていなかった。にもかかわらず、 路面電車網のすべてのトンネルは後に計画が変更された際に通常規格の地下鉄として開業できるように建設されていた。1978年末までに4トルを超えるトンネルが建設されていたが、この時点でこの鉄道は通常規格の地下鉄として開業すると計画が変更された。ただし、完了的な事務手続きを避けるために、 開業するまでの間は公式には高速路面電車と呼ばれ続けていた。この人口100万人以上なら、通常規格の地下鉄未満なら、路面電車というソ連の規則をどうやって回避したかに関するアネクドートが存在する。伝えられるところによれば、アルメニア共産党の第一初期であったカレン・デミルちゃんは、ソ連の指導者であったレオニード・ブレジネフに対して以下のように言って説得したという。 高速路面電車の建設に関して将来の旅客輸送量に関する計算を行う計画段階において技術的な問題は考慮しなければならない。この問題の根源はアルメニア人の心にある。両親から離れて暮らすアルメニア人は両親のところを毎日訪問する。このため計画段階よりも旅客輸送量は少なくとも1.5倍になる。これに加えて 当時のアルメニアソビエト社会主義共和国に住んでいるよりも多い離散したアルメニア人の多くが遅かれ早かれ戻ってくるだろうからアルメニアの人口は増加しておりかなり発展しようとしているこの場合2000年までには我々の首都の人口は,は150万人ではなく200万人に達するだろう我々には地下鉄が必要だ 1981年3月7日にソビート連邦で8番目の地下鉄として開業した。最初の区間は4駅 7.6km で、それ以来拡張が進められて10駅 12.1km となっている。土木工事のレベルはとても高かったため、アルメニア全体を麻痺させた1988年のスピタク地震に際しても、いくらかの損傷はあったものの耐えることができ。 翌日には運転を再開した。しかしこの結果必要な資材はエレバンやアルメニアの他の破損したインフラストラクチャーの復旧に振り向けられたため延長工事は中止となってしまった。1999年12月28日には地下鉄の正式名にカレン・デミルちゃんの名が冠された。デミルちゃんは高速路面電車から地下鉄に 企画変更することを担当した人物で、その2ヶ月前にアルメニア議会におけるテロリストの攻撃で殺されたばかりであった。共和国広場駅のホームへエディータサルダカン駅の構内、シェンガビトチャルバフカンは独立したシャトル列車で運行されている。1号線は本線とシャトル運転の支線との計 12km からなる。計画路線、列車は6時30分から23時まで、 5分間隔で運転されている。エレバン地下鉄は約1200人の従業員を雇っている。エレバンは平坦な地形ではないため、一部の区間では地上を走行している。10駅のうち7駅が地下にあり、このうち1駅がシングルボールと様式で浅い位置に、残りがパイロン様式で深い位置にある。旧ソビート連邦の地下鉄網の伝統にのっとり、 各駅は素晴らしく装飾されており、ソビエト末期の建築様式にアルメニアの民族的なモチーフが溶け込んでいる。地下鉄が開業した時点では車両基地がまだなく、代わりに側線に設けた修理施設が簡単な修理を行うために使用された。チャルバフにある車両基地は1985年に第2段階延長工事の一環として開設された。 1990年代初頭の時点で81から717、714型の3両編成12本の編成が在籍していた。しかしそれ以降、チャルバフ基地では車両のオーバーホールを実施する設備がなかったため、モスクワやサンクトペテルブルクでオーバーホールを実施してもらう代わりに中間車を売却した。その結果2000年から2001年の時点で中間車は 運行を中止し、13本の81から717型に両編成だけが在籍していた。12本が本線で、1本がシャトル運用に使われていた。その後2017年に本線用の3両編成の列車が復活した。一方、翌2018年1月2日から、ェンガビト駅、チャルバフ駅間で81から717型を改造した。 両運転内車両による炭鉱運転が開始されている。エレバン地下鉄の2002年時点での年間予算は14億4000万ドラムであった。このうちおよそ8億ドラムが国からの補助金で、残りは乗車券の販売、取引、広告などで賄っている。エレバン地下鉄の乗車運賃は100ドラムである。将来的な都市の発展に対する楽観にもかかわらず、 今日のエレバン地下鉄は資金不足に悩んでおり、都市の主要交通機関としての役割を果たしていない。チャルバフにある一本のプラットホームだけの駅への短いシャトルサービスを除けば、1989年以降延長が行われていない。1988年のアルメニア自身で破損したものに対して未だに対処しなければならない市の予算では、 地下鉄の優先度は明らかに低い。1980年代末に開始された全ての大規模事業は凍結されている。さらに、大地震や独立宣言直後の経済危機の前に、重要な住宅地区まで地下鉄をつなぐことができなかったこともあり、ミニバスが地下鉄の2倍もの輸送量で都市の主要交通機関となっている。 2004年の地下鉄の年間乗客数は1210万人で、世界的に見ても極めて低い数値となっている。アチャプニャクとナザルベキアンへの延長区間は1990年代、初めから工事が凍結されているが、2014年になっても未だ開通していない。 現在の建設状況では遥か先のことになるが、2号線と3号線の建設計画もあり、旧ソ連諸国の地下鉄で、典型的な3本の路線が三角形に都心部で交差する構造となる予定である。エレバン地下鉄は、開業以来30年間で初めて、欧州連合から割り当てられた4100万ドルの予算により、全面的な改修をすることになっている。 排水装置の建設と地下鉄の保安対策が最初に実施される予定である。ありがとうございます。